はいどうもこんにちは、これです。まずは先になんですけどね、登録者8万人本当にありがとうございます。これからも頑張っていこうと思います。ありがとうございます。で、今回ですね、何を話すかっていうと、これ、サンリオキャラクターズコラボガチャよ。いや、正味、大抵のキャラがそこまで強くはないんだけど、マジもう一人だけぶっ壊れがいて、本当チートがいるんだよね、ハローキティ。この大魔女ハローキティ、そしてウィッチゼラキティを交換した方がいいのか、そしてサンリオコラボガチャを引いた方がいいのかという点について今回は話していこうと思います。やっていきましょう。まずは、サンリオキャラクターズコラボガチャを引いた方がいいのかって話ですよね。単純に言うと。もうこれ言っていい？引かなくていいぜ。うん。あのね、なぜかっていうと、まず星5で、わー、こいつ強いっていうキャラが、そうだな。まあ、ちょっと気になるキャラとして、ポチャコが、ま、スキル面白いなっていう感じではあって、あとは、まあ、ケロケロケロッピはもうどうでもいいし、まあ、別にだって、どんなんだっけ、ケロケロケロッピって。ね、もう絶対使わないじゃん。まあ、ワンチャン、ね、グレ玉がどっかで使えんのかなとか思ったりもするけど、まあまあ、うーんって感じでもあるし、渋いんですよ、正直。星5がまず。うん、まあ、石5ガチャだから仕方ないけどね。で、星6？じゃあ星6強いのかって言われると、まあ、リトルツインスターは76リーダーでもしかしたら使えるかなぐらいの気持ちはあるけど、まあ、正味そんな使わないし、で、ハローキティはま、当然、ね、もう今更感があるもんね、列パーティーってどうしても。列で回復タイプ縛りってもう最悪だもんね、正直。で、ポンポンプリン、昔強かっただけ。正直に言うけど。で、キリミちゃん。キリミちゃんこそ周回でワンチャン使えるかなっていう気もするけど、わざわざ、なんかぶりにこの、キャラで周回する必要あんのかなっていうのが正直な感想であって、別にわざわざキリミちゃん使わなくても他のキャラでいけそうだなっていうところもあるし、ちょっと気になる性能ではあるけど、まあマシンノアとかでいいなっていう感じもするから、うんって感じで。大魔女アローキーだけはマジぶっ壊れチートなんだよ、本当に。これマジ強いんだけど、あの確率が 1.5% の、これ現実的な話をすると66分の1なんですよ。 1.5% って66分の1を引けると思う方は引いてもいいんですけど、まあ出ないと思います、正直。なんで、まあ正直もう俺の感想としては別に、もう引かなくていいと思ってます。うん。もうやめない？引くの。で、何よりさ、怖いのはさ、もうデビルメイクライコラボ決定してんの。デビルメイクライコラボ。多分今月か来月には絶対来るんだよ、100% ね。もう言ってたから、運営が。ってなった時によ。デビルメイクライクラブがぶっ壊る可能性って大いにあって、しかも新コラボだからヤマピーガチャもあるし、強くなる可能性は大いにあると。それに対してサンリオってまあ、こっからヤマピーガチャチャレンジあるかもしんないけど、まあでもそこまで期待できないしね。で、大魔女テラが強いだけだから、って感じはあるんだよね。だから、俺は引かないことをお勧めします。で、まあそれはあくまでガチャの話。で、こっから交換所っすね、交換所。無理してでも交換した方がいいですかとかってめっちゃ言われたんだけど、モンスター交換所、交換しようか迷ってる方に言いますが、まず、無理して交換する必要は、ないです、絶対。絶対にないです。なんでかっていうと、スキルがまあちょっとね、本来のゼラと違うくて、この全ドロップのロックを解除して、キット回復ドロップに変化1ターン内で属性吸収を無効化するっていうね、属性吸収無効できるスキルだから、まあそこは強いんだけど、現実に考えて、まあ、別にそれが必要な場面っていうのが、今のところないんですよ。うん、で、無理して交換するとなると、その無理するキャラっていうのはすげえもったいなくて、そのキャラはもうこれから使える可能性あるのに、わざわざ属性吸収無効プラスね、二色人持ってるゼラに、石使うっていうのは少し怖いところでもあるし、二コンボ加算もないからね。正直ゼラキティパーティーでは強いけど、他のパーティーになってくると、どうしてもコンボ数的にも不安はあるから、無理にこいつを交換する必要はないと思う。で、キャラに余裕がある方。余裕があるかだっていう場合、例えば俺の場合だったら今回交換できる素材が、まあ、今回あるんだけど、例えばもう俺風神いらないし、まあ、シルビーも別にいらないしね、持ってるから。持ってる系のキャラ全然いいや、つって、まあ、交換できるという場合だったら全然いいと思います、正直。もう全然ね、あ、余裕で交換できればとか、ポンポンプリンとか使わないからな、つって交換できるなら全然いいと思う。ただ、その余裕がないなら絶対無理しないで。まあ、なんでかっていうと、この交換する価値はあるんだよ。だちょっと言いづらいところはあるんだけど、強いんだよ、正直。強いのは強いんだけど、正直に言うと、大抵の場合、98% の確率でゼラでいいんですよ、正直。サブで使う場合、もちろんリーダー性能は置いといて、サブで使う場合、98% の確率で本家ゼラでいいんですよ。で、本家ゼラ持ってる人の方が多いと思うんだよ、でもこんな交換できる人ってなると。多分、モンスター交換所でゼラキティ交換できますよっていう人だったら、多分ゼラ持ってると思うんですよ、別に。
だったらなんか別になんか趣味の範囲内で交換するのはいいと思うけど、無理に交換する人は全然ないと思う。うん、だって別にね確かにゼラキティ強いんだけど、まあだってね、ゼラ強いやんね、正直ゼラちょっと強いじゃん。わざわざゼラキティ取る必要そんなないやん。だってもう本当にこっちのゼラって追い打ちも持ってるしさ、まあ、属性吸収無効はないけど、無効貫通プラス7コンボ強化3つじゃん。で、まあ、ハローキティゼラってなると、ね、無効貫通3つあるとはいえども、7コンボ強化1つになっちゃうし、まあ、中学生7コンボ強化にしたら、無効貫通2つに7コンボ強化2つになっちゃうから、なおさら中途半端だしね。うん、っていうのを考えると、まあ、僕は別にね、普通のゼラでいいと思います。で、逆に余裕がある人、余裕がある人には絶対取ってほしくて、本家のゼラとこのゼラで使い分けができるんですよ。属性吸収無効あるんで、結局強いんですよね、この属性吸収無効って。やっぱゼラチンプラス属性吸収無効が打てるのは強いんで、多少無理して交換するのはあり。で、しかもリーダースキルもね、これ、木属性の全パラ2倍、6コンボ以上で攻撃力が6倍、木を9個以上繋げて消す1コンボが3。これね、サブにゼラ入ると、マジでえぐいぐらい強い。俺ちょっと裏闘技場2さっき言ったんだけど、引くほど強かったから、全然交換するのはありだと思う。リーダーとしても面白い性能してるしね、サブとしても普通に使えるとは思うから、交換するのはありだと思ってます。なんで俺こっちのゼラキティ見せてんだ。自分が取ったこっち見せればよかったのに、なんで俺いちいち。うん、そうだね。っていうのを考えると、全然交換するのはありだけど、無理して交換する必要はないかなと思います。はい、まあそんな感じですね。今回まあ俺が動画で言いたかったのは。じゃ、最後に、どの進化形態が一番いいか話していこうと思います。やっていきましょう。まずはゼラキティですね。当然進化後で問題ありません。進化後やっぱ強いからね。進化前はまあリーダーとして使いたいならワンチャンありかなぐらい。でも基本的に進化後でいいよ。で、キリミちゃんだね。これに関しては、進化前がすげえ烈強化持ってて、進化後は無効貫通と HP50 倍が強化2つ持ってって感じになるんだけど、まあ周回的にも使えるのは、進化後なので、進化後にしてもらえればいいかなと思います。基本的に。まあ、何か特別な理由があったら進化前に残しておいてもいいし、使わないなら別に進化前にしておいていいと思います。はい。そして、海利きヤマララ、リトルツインスターズですね。これに関しては基本的に進化後にしてもらっていいと思います。それより進化前がそんな使えないんで、進化後にしておくかなっていう感じですね、必然的に。で、女神ハローキティに関しては最終進化系で OK です。はい。で、ポンポンプリンも最終進化系で OK です。はい。で、問題はここからだね。まず星5、ここら辺全部ね、最終進化にしてください。全部最終進化で OK です。はい。問題はもうこの一体だけだと思います。多分。あ、ちょ、先にもこっちとこっちも全部ね、最終進化でいいです。もう全部。基本的に最終進化がね、一番強いんで、最終進化でいいです。てか、使わない可能性もあるけどね、そもそも。で、最後にこのやばいやつ、グレダマスね。もう、進化形態何個あんねんって話やねんけど、まあね、5個分岐進化するんですよね。まあ、どれにすればいいか。進化前は基本的になしで、進化前で使う場合は必ずね、このベーコンエッグのグデ玉にしてあげてください。進化前で使う場合は必ずね、このベーコンエッグのグデ玉に進化してもらえれば、進化前の15巻として使えます。で、このね、3体に関しては、これ全部、暗闇耐性、お邪魔耐性、毒耐性持ちなんで、サブとして使う場合、耐性によって使い分けてください。で、サブやリーダーで普通に使いたい場合は、おでんグデ玉一択です。はい。覚醒がね、まず7コンボ強化2つ持ってて、イベントを3個持ってるんで、まあ、倍率が出せるという感じ、非常に優秀なんですよね。で、かつスキルもバインド状態と覚醒無効状態を5ターン回復、最上段横1列を光ドロップに変化という感じで、まあ、非常にね、優秀なキャラとなっています。オーディンドラゴンいない方からしたらね、めちゃ便利なキャラだと思うんでね、ぜひおでんグデ玉にしてあげてください。まあ、一応ね、リーダーとしてもね、グデ玉の中では一番強いかなって感じです。まあ、実際そんな強くはないんだけどね、別に全体的に。光属性の攻撃力が4倍、木属性の HP と回復力が2倍、光と木の同時攻撃で攻撃力が3倍と、144倍出るのは出るんだけど、まあね、今回いる、ゼラキティっていうね、キャラにボロ負けしてはいるので、まあ、星5にしては十分戦える性能ではあるけど、まあ、リーダーとしてそこまで無理に使う必要はないかな。ただ、サブとしては十分使えると思うんで、まあ、もしね、サブとして欲しい場合は、基本的におでんぐで玉にしてもらえればいいかなと思います。はい。そんな感じで今回はね、サンリオコラボガチャについて話させてもらいました。ぜひ参考になったら、チャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ということで最後に忙しい方向けやっていこうと思います。まずね、サンリオキャラクターズコラボガチャ引いた方がいいのかという話に関してなんですが、僕は引かなくていいと思います。大魔女ゼラがね、ちょっと強いんですよね。大魔女ハローキティか。が強いんだけど、まあ、正直ね、これ確率 1.5%。1.5% を狙うためにね、石5個のガチャを引くのはすごい闇だと思っているんで、僕はね、引かなくていいと思います。
で、大魔女アローキティ交換した方がいいのって話に関してなんだけど、余裕がある方は交換していいと思ってます。こんな感じ余裕あるなっていう方だったら交換してもいいんじゃないかなと思います。ただね、余裕がない方は基本的に交換しなくていいです。理由としてはね、別にこれ、本家のゼラでいいんですよ、ほぼほぼ。本家のゼラでほぼほぼ良くて、まあ、スキルがね、属性吸収無効あるぐらいなんで、まあ、正直別に本家のゼラで大抵何とかなるっていう感じでね、無理して交換する価値はほぼないと思います。まあ、リーダースキルが欲しい場合のみワンチャン無理してもいいと思うんだけど、まあ、正直別にこのリーダースキルがずっと使われるかって言われると結構渋いところでもあると思うんだよね。軽減もないしね。強いんだけどね。強いけど、これからずっと使われていくかって言われたらすごい微妙なところでもあると思うので、やっぱ火力も144枚って控えめなんでね。まあそこまで無理する必要はないと思います。それだったらデビルメイクライコラボ待った方がいいんじゃないかなと僕は思います。で、最後にね、おすすめの進化形態ですね。で、進化形態に関してほとんどがね、すべて最終進化でいいんですが、まあね、注意してほしいのがグデ玉だけですね。グデ玉進化形態5個あるんで、どれにすればいいのかって話なんだけど、まずね、この第一進化ですね。これに関してはまあ、進化前の上位5回になるんだけど、まあ正直周回ぐらいでしか使わないんで、周回勢の方以外は別に作る必要はないかなと思います。で、残りの3進化に関しては、これね、オムライスが暗闇耐性、パンケーキがお邪魔耐性、そして卵焼きが毒耐性なんでね、これに関しては用途に分けて進化させてもらえればいいかなと思います。で、まあこれは特殊の理由がない限りこの4つの進化にする人はなくて、基本的には、おでんぐでたまでいいと思います。まあね、サブとして7個向きか2つ持ちで悪くないですしね。で、スキルもバインド状態と覚醒無効状態を5段階引く、最上段横1列を光ドロップに変化っていうね。まあこれだけレア度1個高いだけあってね、少しだけスキルも変わってるんですよ。なんで悪くないと思います。で、リーダースキルもね、光属性の攻撃力が4倍、木属性の HP と回復力が2倍、光と木の同時攻撃で攻撃力が3倍っていう感じでね、まあ今までの4体の中でも一番リーダースキルも強いので、基本的におでんぐで玉にしていただければ問題ないかなと思います。2体目以降はね、好き勝手進化させてもらえればいいと思います。そんな感じで今回はね、サンリオコラボについて話させてもらいました。ぜひ参考になったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。